最初はグーじゃんけんぐっちー。こんにちは、お相撲部チャンネルのぐっちです。今日は稽古会の中にちょっと撮りたいものがあったんで、相撲の技講座、前あのコメントでいただいたぐっちゃりとかいう、見たいとか言うんで、ぐっちゃりというと逆転技、今日は逆転技講座で説明していきたいと思います。相手の勢いを利用して逆転技の行動です。まず首投げ、こういう揉み合いの中でなかなかこの首投げを打つ場面ってなかなか出てこないんですけど、僕も1回160キロぐらいの相手に絶対絶命と思うんで、お部屋のところでこれだこのこう攻められてきたところで勢いを首に切れて、この首の前でおお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 おバチやりたくて外れてられたけど、相手も動きが流れたところでおお1、2、3、4、5、6、7、8、首に巻いて、あとこないんですけど、でも本当に絶対絶対の時しかできないっていうか、回し捕まれると多分できない、相手も焦って攻めてきた時首に巻いて、こういうなんか勢いとタイミングで逆転の技です。絶対絶命の時だけに捨て身の技なんで、まあ感覚的に危ないっていう時に反応意思はできることがある、狙わない技ですね。あと小手投げも、まあ、あの前腕の関節を取る投げ技講座で、回しを取らない投げ技の講座でやったんですけど、小手投げも絶対絶命の時に相手がかって相手の状態も伸びてきて焦って出てきたところに腰に乗せて腰に乗せて勢い、相手の勢いで巻いて投げる、あえてでも相手の後退状態の時って危ない時にこういう手を上から下に投げる、これも分け合いて逆転の技なんで、できるだけ締めて下から下がいくのが基本ですけど、絶対絶命の勢いで懐の深い人がまあよく決める技、力の強い人が投げるよくやる技です。うわぁコロコロだった、コロコロってなった。そういう小手投げです。それとか針間投げ、高速で張り間だけって何ですか、こう相手が状態になって腰に乗って、はい、相手が状態になって、こういう状態にこのまま乗って、おぉこれは丸太関があれで国やったかな、外人力士同士でやった時にね、やったと思う、手の長くて懐の深い人が相手が当てて出てくる、これも本当逆転の投げなんで、針間投げ、あと網打ち、自分の横向いてよいしょ、網を打ってる、あ手を後ろにトップしたこういう、はい、ここで打てる、手を取って一緒に出る、こういう網打ち、手を取って、まあ、この体勢がやっぱ違うだけで逆転の技です。ぐっちゃりだ、ぐっちゃり、こう単純なぐっちゃり、ぐっちゃりでも腰悪いからね、ぐっちゃりはあんま狙うとね、腰が柔らかくて強い人ができる技っていうか、お願いします、あこうやってねこうなったときに、ゆっくりやる、こう攻められた力を利用して、反り気味に
基本的にまあ、エアです。ラソギはね、こう、逆で反って、あじゃあ、反って返す。なるほど。じゃあ、で、よいしょ、うたー上手投げになってますよ。待て、腰悪いから反れない。はぁ絶対絶命から、もう反りながら、自分も倒れるよみたいなね。うわ、捨て身の技ですね。結構危ないんで。攻められたとこ絶対絶命で。ブリッジしながら。あ、いや。ひねって投げ倒すみたいな。うっちゃり。そういう逆転技です。左とか、こう、投げ技コードでさ、松本さん、ことだらけになって頑張ってくれたんで、チャンネル登録と、いいねを、できれば、お願いいたします。今日はね、絶対に、お願いします。お願いいたします。お願いいたします。